演武開演。どうも、本日はこちらパスコの米コッペ、つぶあん&マーガリンを食べたい、マーガリンじゃないか、練乳を食べたいと思います。米コッペという、米粉を作っているということなので、普通のコッペパンとはやっぱり違うのかな。ちょっと触った感じ硬いんですよね。そして何かし白っぽい感じもします。中身はこんな感じですね。結構あんが入っていますね。練乳はその奥にいるんですね。ではいただきます。これはなんて言えばいいのか。パン生地はちょっと多くてちょっとパサパサしているので、口の中の水分を持っていかれてしまいましたね。あと小豆がちょっと少なくて主張が弱かったですね。練乳はしっかり感じることができたので良かったですが、もうちょっと改良してほしいかな。というわけでこちらの点数とさせていただき、林間学校朝鳴りを告げる鳥たち、鳥の声で目覚めるというのもなかなか風習ありますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。